はい、今回の動画はですね、こちらです。バタデンの、7000系を、松江新人温泉で買ってきました。ちなみについこの間なんですけど、ちょっと電車の旅をしてきましたね。はい、でそこでなんか電鉄の出雲市駅から、松江新人温泉まで、そこに限定品として多分なんかそこにしかない商品なんで、これチョロキューなんでね。はい、こんな感じで、結構シンプルな感じなんですけど、これなんかわからない、何これ、カモみたいな、なんか変なやつがありますね。はい、こんな感じです。7000系ですね。というわけでですね、開封していきたいと思います。これ取り出しづらいですね。はい、こんな感じで出しました。で、とりあえず、顔はこんな感じで、これ新車ですね。こんな感じで。ワンマンカーです。こういう感じですね。結構ぼやけるんで。はい、こんな感じで。ちゃんとライトの位置もちゃんと再現できる。ワンマンカーです。電鉄の出雲大社行きと書いてあります。方向幕の行き先が。はい、こんな感じで。なんか微妙な感じですよね。これをプラレール化してほしいっていう感じです。と、あとここにテールライトですね。講義のライトがあります。しかも編成はこれなんか1両なんでね。パンタグラフもなんか雑的な感じですね。これなんか手抜きですね。これをちょっとプラレールで再現できたらやってみたいと思いますね。ワンマンカーなんで。という感じですね。というわけでですね、今回の動画は、松江新人温泉限定として多分、限定品として、発売されていた、バタデンの7000系のチョロ Q を買ってきたという動画でした。それでは以上です。さよなら。